2024年1月19日、イギリス海軍が研究開発を進めている高出力長距離指向性レーザー兵器、ドラゴンファイアーの実験において、飛行中のドローンを撃墜することに成功したことを発表したよ。その発表によると、発射実験はイギリススコットランドの大西洋側のヘブリディーズ諸島にあるイギリス国防省の演習場で行われたとされていて、画像には地上から赤いレーザーと見られる閃光がおよそ45度の角度で上空に伸びていて、その先端で何らかの爆発が起きている様子が撮影されていたぜ。今回はそんなイギリスのレーザー兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドラゴンファイアはイギリスのレオナルド UK によって開発が行われていて、同社はレーザーターゲティングシステム、レーザー目標指示装置などの高エネルギーの軍用レーザーの国際市場の約 60% を占めており、同社が開発を進めているドラゴンファイアは目標をピンポイントに捉える精度が高いとされ、照射されるレーザーの出力は最大で 50kW というよ。イギリス国防省では2022年11月20日にイギリス南部のポートダウンにある同省の国防科学技術研究所において、10月28日にイギリスで初めて高出力長距離レーザー指向エネルギー兵器 LDEW の発射実験を実施したことを明らかにし、その実験において 2.1 マイル約 3.38km 以内の距離から航空機やミサイルの迎撃を想定した様々な金属材料で構成されたドローンなどの空中にあるターゲットに対し、ドラゴンファイアによって高出力レーザービームを照射したんだ。その結果ドローンは炎上し、様々な素材で構成された装甲を融解させることに成功して、ドラゴンファイアが航空機やミサイル、砲弾などの迎撃に有効であることを証明したとして、さらに注目すべきこととして、これまではレーザーの威力が減衰するとされていた。雨天においても大幅な減衰は確認されず、迎撃に成功したとしているね。この実験成功の結果を受けて、国防科学技術研究所テクニカルパートナーのベン・マディソン氏は、今回の実験は、レーザー兵器の性能を表すものであり、その結果はイギリスが指向性レーザーエネルギー兵器システムに関連する技術において世界をリードする能力を持っていることを示したとした上で、レーザー兵器は、イギリス軍が受ける様々な脅威から兵士を守るための新しい戦力になる可能性がありと述べたぜ。イギリス国防省はこのレーザー兵器の開発においてこれまでに、約10年間に及ぶ年月と、約1億ポンド約190億円の予算を注ぎ込んできたが、今回の成功をもとに実用化に成功すれば、レーザー照射1回についてのコストが約10ポンド約1900円というローコストであるとして、これまでの火薬を使用する銃弾や砲弾などと比べてはるかにコストダウンにつながるとの期待が広がっているな。イギリス海軍ではドラゴンファイアの開発がこのまま順調に進捗すれば、現在1番艦のグラスゴーが偽装工事中の23型フリゲートや次に計画している31型フリゲートに搭載を予定しており、また陸軍においても、装輪装甲車ウルフハウンドに対ドローン用兵器として搭載される予定であるとされているよ。その一方でアメリカにおいても高出力長距離指向性レーザー兵器は、依然戦術高エネルギーレーザーとして、イスラエルとの共同開発が1996年から進められたことがあったが、2005年に装置が大型すぎることに対して小型化ができず、コストがかかる割に実戦での効果が期待できないことを理由に開発が中止されていたぜ。しかし、アメリカのレイセオン社では開発が続けられていて、2010年7月19日にイギリスのファーンボローで開催された国際航空ショーにおいて、軍艦上に設置された同社のレーザー兵器が、目標を追尾するレーダーシステムと連動して誘導されながら、約 3.2 キロ先を時速480キロで飛行する標的としてのドローン4機を出力32キロワットの高エネルギーレーザーによって、破壊されるというデモンストレーションが実施され、これらのドローンは数秒で焼き払われたらしい。このレイセオン社のレーザー兵器はレーザー設備6機からなり、強力な高エネルギーレーザービームを合成させることで、威力を高めているとされ、アメリカ海軍の艦艇に搭載されている艦艇用近接防御火器システム CIWS ファランクスと連携しつつ、
ファランクスのレーダーシステムを利用して照準を定め、ドローン以外にも小型艦船への攻撃に、迫撃砲弾やロケット弾などへの迎撃にも使用可能としているよ。2018年には、小型のオフロードビークルにレイセオン社の小型レーザーが搭載され、そのままドローンを撃墜できるとされるレーザー兵器システムが公開されていて、このシステムでは高エネルギーレーザー HEL と赤外線センサーや、マルチスペクトルターゲティングシステムなどが一つのパッケージとして提供されているみたい。ピックアップトラック上で回転可能なレーザー砲は360度全方向を狙える上、フル充電で20から30回のレーザー攻撃が可能であるとされているほか、発電機を接続すれば回数制限なく連続発射することが可能であるというんだ。また2022年の秋にレイセオンはアメリカ空軍用のレーザー兵器の実験を、ニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場において実施したぜ。これは、アメリカ空軍初となるパレット式高出力レーザー兵器の連続発射実験で4日間にわたり実施され、この間現地では砂嵐が吹き荒れ、気温が摂氏約40度にまで上昇する過酷な気象状況の中で昼夜を通して行われたが、この実験において長距離、短距離問わずに攻撃を仕掛けてきた目標ドローンをすべて捕捉し、照準を合わせて追尾しつつ撃墜するという一連の実射実験に成功したらしい。そして、レイセオンでは2023年6月12日、パレット式レーザー兵器の、第4弾 H4 と呼ばれるシステムをアメリカ空軍に納入したとして発表しているな。この H4 レーザー兵器は、高出力レーザーモジュールビームディレクターにもなる長距離電子光学赤外線 EOIR、センサー熱線制御システム内部電源ターゲティングソフトウェアなどが全て一つにまとめられていて、ピックアップトラックの荷台に収まるほどコンパクトであることが特徴とされ、その操作はノートパソコンと、ゲーム用コントローラーで行うことができ、すでに展開されている各種の防空式統制システムに簡単に組み込むことができるため、多層防衛の一部として即座に活用することが可能であるとレイセオンは主張しているみたい。このレーザー兵器は、どの用場所においても簡単に移動して据え付けが可能とされる、スタンドアローン型と呼ばれているタイプであり、なおかつ出力 10kW級とされ消費電力が少なく済むとのことで、このレベルの出力のスタンドアローン型レーザー兵器はアメリカ空軍にとっては初めての導入であり、アメリカ軍の防空システムにおいては今後より一層レーザー兵器の導入が本格化すると見られているね。また、イギリス海軍がドラゴンファイアの開発を進めているのと同様に、アメリカ海軍においても、ANSE-93 レーザー兵器システムと呼ばれる指向性エネルギー兵器の開発を進めているぜ。ANSE-93 は別名で XN-1 ロー S とも呼ばれていて、海軍艦艇をイランなどが使用している小型のボートのほか、飛行ドローンに水上ドローンなどからの攻撃を防御するために開発が進められていて、高出力ではターゲットの破壊が可能で、低出力であればターゲットのセンサー温度を上昇させたり破損させたりして行動不能にすることができ、射撃時間は数秒で済むらしい。XN-1 ロー S は2014年にペルシア湾に展開するアメリカ海軍のトレントン級ドック型輸送揚陸艦、ポンスに搭載され、実射実験に成功したことが伝えられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。